愚か者。なぜ一回の投機に全てのリスクをさらすんだ。なぜ苦しみではなく幸福を追求する人生しないんだ。この言葉はあるアメリカの有名な投機家の言葉です。前回の最新のね、日付さんの動画の中に熱量の話がありました。自分は一気にその熱量を乗っけないようにしてますよという話をされてましたね。私あの話を聞いてうなりましたね。ああと、なるほどと、そういうやり方があるのかと、いや思いましたね。その話を聞きながら私なんかすぐ思い出したんですよね。そういったアメリカの有名な投機家たちの言葉をね、すぐこう思い出してましたね。ああいった人たちの立ち振る舞いというか、要はあのレバレッジですよね。レバレッジのかけ方を指摘していた、あのまあ冒頭のセリフもそうだったんですが、やっぱ初心者とかね、まあ未熟な人たちはアホですから、バカみたいに入ればハイレバレッジで、一回投機にかけてしまって一発で死ぬぐらいの、相当が才能、元からそういった才能がない限り基本的に死ぬんですよね。投機の世界はやっぱ死んでしまう。基本的にはあの大半がね、別に凡人ですからやっぱ一発で死ぬんですよね。ただやっぱりそのハイレバレッジじゃなければ何度でもトライできるんだと、そういうことをね、結構あのいろんな投機家たち、アメリカの投機家たち言ってはいて、そういったことをね、結構ね思い出したりしましたね。なんかちょっとまあ話は若干違うのかもしれないですけど、そういったことを自分の中でこう思い出したりして、日付さんの熱量のかけ方というか、だからレバレッジのかけ方ですよね。日付さんもだからその今のその、あ、だからそのこれまでの自分の行動をこう顧みて、そして今ある自分の環境、そしてそういったことも全部含めて現実的に捉えて、そして今の自分の身の振りを、自分のレバレッジの、適切なレバレッジのかけ方っていうのを、考え始めたんだよっていうふうに私は解釈をしました。もちろん、まあ分かりやすい環境の変化という意味では、まだ起きたばかりっちゃ起きたばかりだと思うので、まだ完全には見えてないと思うんですよね。少なくとも、俺はそれこう、その適切なエネルギーの注ぎ方、レバレッジのかけ方、最小限の力で最大限の効果を出すために、そのさじ加減を自分は今模索する段階に入ったんだよと、私はそういうふうに解釈をしました。だからそういう意味で日月さんも変化してるんですね。いやー、すごいと思います。私からするとやっぱりそこなんでしょうね、なんていうんですか、やっぱり私から見て、今日月さん自身はそんな感じないかもしれないですけど、やっぱり今の自分のそういういろんな環境だったりとか、あるいはこのターダンの環境だったり、環境というか、まあターダンといえば、総合的に考えて今の自分の身の振りを考えるようになった。熱量をこう調整する段階に入ったっていうのは、これはもうすごいことですね。大きな変化だと思います。進化だと思います。そこはね、私は自信持っていいんじゃないかなと。いや、俺はもうこの段階だぜ、みたいな。いやそういうやり方もあるんだなって。まあ、日付さんなら、いい感じのさじ加減を見つけ出すんでしょうね、とも。まあ、私は、まあ、なんでしょう。まあ、長い付き合いですからね。もう、全然信じれるし、やっぱ、全然期待しちゃいますよ、そこら辺は。さすがだなって、今思っています。そうですね。まあ、あれですね。だから、逆に、だから、あれですよね。なんか、ビビりすぎて、まあ、その、なんかさっき、陶器の話ですけど、逆に言うと、だから、その、ビビりすぎて、そのレバレッジを全然かけないで、やったところで、それはもう、で、最小の効果しか出ませんからね。だから、そこのさじ加減って、やっぱり、必要なんですよね。リスクリバードっていうのを考えることっていうのはやっぱすごく大事ではあると思いますよね。
スクリバードですね。そのリバードに対して、その庭に対してそれだけリスク背負うかっていうのが初心者、未熟な者たちの、やり方であって、そうではなくて、まあ、適度にレベルアップした段階では、まあ繰り返しになりますけど、そのリスクであれば、それだけ小さなリスクであれば、リスクに対してそれだけでかいリバードが見込まれるのであれば、それはもうここ、もうなんだろう、惜しみなく、それはもうエネルギーというか、そこにかけるべきだし、やっぱりそういったことをこううまく、なんだろうな、その、なんだろうな、さじ加減を見つけ出せてるような大人っていうのは純粋にかっこいいと思うしね、わしは。まあだから、かっこいい大人にどんどんなっていくんでしょうね。だから、なっていけるでしょう、石月さんはね。そこをね、いや、そういったことなんだろうな、試行錯誤できるやつっていうのはいないんでね、意外と。いないんですよね。諦めちゃってるやつもいます。やっぱり、わしもだから、そういう意味では、なんかね、石月さんのような、まあ、大人というんですかね。伊豆さんのような大人に、わしも、ね、なっていけたらいいなって、もう思いますし、いや、本当になるほどだと思わされた、お話でした。ありがとうございました。